今日もあなたと役所天国。本日は9月の23日土曜日、祭日ですか。はい、ということでね、ありゃ打っとかんと飛ばされそうだな、飛ばされそうだな、飛ばされそうだな。ペグどっかねえか。ペグ1本あれを使えばいいか。はい、ということでね、今もう夕方3時半ぐらいになってね、ちょっと今日はやっぱりちょっと寒いですよね。寒いというかね、風が冷たくなってきましたね。秋の風ということで、さあ今から8時間後にはね、もうこちらを出なきゃいけないんですけど、まだ畑におりますがはいはい、今日もね徹夜で走っていくことになります。はいはい、捧げがぼつぼつ出てきましたがね、早くね、早く欲しいですよね。今はざかいなのでね、どうですか、ポツポツね、下から出来上がってきますんでね。お、ポツポツなってきましたか。はい、相変わらず虫多いですけどね、ちょっと虫が多いんでこれ取っちゃいますけど。ささげくんね、ささげも僕は研修に行って初めてね、こんな長いインゲンみたいなやつを見たこと、そっからがスタートですよね。はい、もしかしたら来週火曜日出せるかな、おまけで出してもいいかもしれませんが、どうですかね。はい、野菜がねあんまりないのでね、インゲンぐらいは出してもいいかなって感じですね。はい、ということでよいしょ、白菜のね、実質もうこれが1番手トータルでいうとおそらくこれが5番手か6番手ですけどね、この間植えてどういう風にしようかな、どうですかね、枯れた、大丈夫、どういう風にしよう、こっち側からこういう風にする、違うか、こっち側からこうせんといかんか、まあいいや。はいはい、よいしょ、ね、まあ、白菜本当にこれが実質1番手でね、出来上がってくるのはこれは11月かな。本当にもう白菜はね、今後暑くなってくればくるほどね、出来にくいのでね、どうですかって感じですよね。ちょっと10日ぐらいあのこちら側にも渡した方がいいのか、こちら側に渡していく方がいいな。3日ほどね畑を開けるのでね、一応こういうふうに張りっぱなしだと徒長してしまうのでね、でもう今日の感じだと涼しいからね、大丈夫なんじゃないかなと思ってね、よいしょ、はい、活着したと思うんですがいかがでしょうかね。この判断もねちょっと一つ難しいけど、もう37度とかにはなるという意味でね、これぐらいの助走をします。ちょっとやっぱりでも虫に食われてるな。捧げって意外と絡みつかないんだよね。はい、なんか多分ね、捧げコツがあるんだろうね。毎回めんどくさいから何もあれですけど。よいしょ、結構でも前半はこの辺はやられてるね。ね、この辺はあんまり、この辺がレタサイか。やっぱレタサイ活着悪いな。
んまり物にならないかも。はい、ということでね、さあ家帰って飯食って風呂入って、少し横になれればいいんですけどね、なかなかやっぱりね、行ってあれやってこれやってこれやって、これをこう講座しなきゃいけないとか、なんか頭でぐるぐるぐる考えてると眠れないよね、考えてもしょうがないことっていっぱいあるんですけど、出せそうだね、この辺は出せそうだね。来週、再来週ぐらいから、来週はちょっと厳しいかもしれない、再来週ぐらいからポツポツ出せそうですね。はい、良かったです。まあ出せないとね、何のためにやってんのかって話になるんですけど、はい、ということでね、多分次のやつはあれか、行きの時の暗闇の中での動画を上げるかもしれませんね。まあしかし今週1週間もいろんなことがあったな。あ、そうだ、それを貼らないといけないんだ、これをあのペグで貼ろう。ゆっくりせ。さあ白菜もね、来週またズバンと白菜いかないとダメですね。白菜どんどん植えていかないと、多分一発目出せるのがいつぐらいになりますかね。とりあえずこれって押さえておけば、あんまり真ん中に打ちたくないんですけどね、飛ばされるとダメなんでね。さあね、今日が9月の23ね、あともう1週間で9月終わりですからね。いやー早いですよ。実質ね、10月の末ぐらいまではね、もう作付けガンガンやらなきゃいけないんで、ちょっと忙しいですけどもね、頑張らないと。あと残り1ヶ月ね、農繁期がね、昔は9月末だったのが、今度はこちら三重県に来たらね、10月末まで1ヶ月伸びましたよね。7、8、9、10、10月末までがね、もう明らかに農繁期ですよね。10月末まではガンガン作付けしないといけないっていうことでね、11月に入ったら今度はね、もう春人参の種まきが10月の真ん中から始まるから、結局11、12と春作のトンネル栽培が本格的になるから、結局そうなってくると本当にこう秋冬から春のこれがもうほとんどなんか休みなんかなくね、いやだからね、だからまあその分7月8月がね、キャベツブロッコリーの種まきがもうなくなってるとしたら、そこで少し休めるかもしれないですよね。まあ夏暑い時ですしね、夏のそのね、今年ナス全然うまくいかきませんでしたけど、来年以降普通にね、今までのようにナスが出荷できないって、まあ俺にとっては本当にねありえないことなんですけど、ありえないことが2年連続で起きているのでね、まあそういう意味では来年は3年目ですからね、それはリベンジしないとね、ちょっと恥ずかしいですからね。まあそういう意味では夏野菜がね、うまいことこうここでのね、あれがうまく引っ張ることができさえすれば、意外と7月8月一番暑い時はゆっくり休めるかもしれないですね。まあもちろん仕事はねいっぱいあるんだと思うんですけれども、言うほど7月8月は夏野菜を引っ張ることができればね、秋に向けてのその種まきとか育苗がなくなりますからね。はいはい、ということで、さあ帰ってちょっと休んでから、また箱番で関東に行くとね、また関東への旅が始まります。去年のね11月から毎月こうやってね、月に1回行くようになってね、はい、我ながらまあね、でなんか今思うとね、千葉からそのね中部地方にこうね、引っ越しとかしたじゃないですか、20何往復ね、その時は 2.5 トン2トン半のトラックでね、資材しこたま積んで、なんかそれが生きてますよね今ね。本当になんかね、それが今になってみてこうなんか予行演習だったみたいなね、走り慣れてくるとね、そんなに